ースの尾形です。よろしくお願いします。今日紹介するのはこのベタンコカーリーの6インチになります。まあ、2インチ3インチと皆さん使って実績のあるワームなんですが、今回このようにすごく大きいボリュームのある感じで6インチで、ワーム自体のウェイトが 24g になります。なんで、まあ、テキサスであったり、まあ、ジグヘッドでもいいですし、ジグヘッドの時もワームの重さのことも考えてウェイトを考えてキャストしたり、あとは、まあ、魚種としてはアイナメももちろん食います。それから口の大きいソイ類ですね、ベッコウゾイ、それからクロソイ、マゾイなんかにはかなりの実績があります。でカラーは、14色あります。こういう形ですね。で、まあ、いろんな使い方あると思うんですけど、こう例えば白っぽいやつ、ジグのアシストにトレーラーとして使って、タラですね、タコベイトの代わりにこれを使ってみる、このアピールはかなり強いので、部位がすごくいいと思います。なんでいろんな使い方ができると思うので、ぜひ試していただきたい。アピール満点の6インチです。よろしくお願いします。